ください。サクッと画面共有。画面見えてますか？大丈夫かな？はい、見えてます。じゃあ、私からはですね、ちょっとですね、ここオープンソースのコミュニティなのですけれども、まあ、インナーソースという、いわゆる社内でちょっとやるような話を持ってきました。これですね、元ネタはですね、インナーソースコモンズっていうサイトに、すべて、情報がありまして、そこのところに、結構ですね、いろんな、ランニングパスっていうのがあって、まあ、今、翻訳進んでるんですけど、私今、この日本語訳をやってまして、まあ、それやってる過程で資料を作ってて、いろんな気づきもあるなと思ったので、せっかくだから皆さんにご紹介って思って、ちょっとここに持ってきました。よろしくお願いいたします。結構ページ数あるので、サクサクっとやっていければと思います。では、早速なんですが、まあ、今日のテイクアウェイとしては、まあ、社内でコラボレーション開発したいって言ったときに、このインナーソースという仕組みを、使おうとした場合、どういったことを、やるべきかとか、インナーソースとはそもそも何だよっていう、そういったところをちょっと持ち帰っていただければなと思います。で、このオープンソースの、ことをいっぱいやってる人に対しては、そんなのって当たり前じゃんとか、なんでこんな英語を使うのとか、そういうこといろいろ出てくると思いますけど、そういったところはちょっとご容赦ください。よろしくお願いします。では、全体の流れとしてはですね、まずインナーソースとは、インナーソースというプロジェクト、これ参加してみよう。で、プロジェクトをじゃあ、社内立ち上げてまとめ役になろう。で、さらに、プロダクトオーナーとして、もうちょっと上の視点から考えよう。で、最後に今、実践ということでまとめています。で、まずじゃあ、インナーソースとはという話なんですけど、ですね、まあ、社内でプロジェクトやっていると、例えば一緒にやっているプロジェクトって結構大きなプロジェクトになること、特に弊社の場合多いと思う、多いんですけど、そういった中で、まあ、いくつかの分担を決めてやっていると、他の人が何かやってるのに、ちょっと引っ張られて自分が何かできなかったとか、なんか自分番号を見つけてせっかく教えてあげたのに、いつまで経っても直してくれないとか、なんか似たような機能をあちこちで作ってるよ、そんな状況ありませんかっていう。で、そういった時に、例えば、同じ会社にある2つのチームが、まあ、別のソフトウェアの部品を提供するときに、例えばこっちのチームが表示用データの提供 API を作っていて、こっちはデータ表示サービスを作っていると。API からデータもらえないと自分たち使えないよね。そんなとき、まあ、スタブ作れよとかそういうのを置いといて、ですね。で、そういったときに、よくある方法として、まあ、会社の中だといくつかやり方あります。一つは、静観して、まあ、黙っている。これって何もしなくていいので、作業は最小なんだけど、結局デメリットとしては要求されて、機能はいつまで経っても提供されない。二つ目は回避で、これは勝手にやる。いわゆるフォークを作るとかそういった話なんですけど、まあ、要求機能は足りない部分っていうのを自分でローカルに作って、ローカルに置いておくと。で、こうすると、デメリットとしては、やっぱ自分で、そこのフォークしたところをメンテナンスしなくちゃいけないとか、会社全体として見た場合には似たような機能があちこちに存在してしまう状況になりかねないので、まあそういったコストって非常に大きくなってしまうと。で、最後は会社によくあるパターンで圧力ですね。ちょっとここのチーム全然やってくんないんだけどっていうことを上から通して圧力をかけると。で、そうするとメリットは必要な機能が手に入るかもしれないんだけど、デメリットというのはこれ何度も使える方法じゃなくて、圧力をあっちこっちからかけると、当然ですけど信頼が失われますよね。そういった中で、まあ何度も使える方法ではないし、発展性もないし、チームはどんどん疲弊していくし、いいことないよねと。で、これを、まあ、境してもらえるのが実はインナーソースです。で、インナーソースを使うと、まあこういった全ての欠点を解決して、さらに、コラボレーションを行うことでより高い価値の創造に実況できますよ。小林さん、音声が途切れてる。多分オフラインになっちゃう。顔も途切れてるんじゃないや。固まってる。小林さんの回線が。てっきり自分の回線が貧弱で止まったのかと思ったね。抜け殻かもしれないですね。ちょっと待ちましょう。はい。
生ソース。インナーソースという単語を初めて知りました。ちょっと小林さんが復活するまで、復活するまでちょっとまつなぎをしましょう。ですね、実は私、数年前まで、慶応大学というところで、大学院の講座をやってたんですけれど、それの中で、大学院の学生の方からこういう話を紹介してもらったんですね。この本なんですけれど、組織市民行動っていう、そういう本です。で、組織市民行動っていう言葉っていうのは、まさにインナーソーシングっていう言葉と、同様に、あんまり聞き慣れない言葉じゃないかなっていうふうに思うんですけれど、要は、隣の課で誰か困ってる、その困ってる人に対して手助けしますかって話なんですよ。あなたのミッションとしては、隣の課の人を助けるってミッションを持ってないです。ですけれど、あなたの力があれば、隣の課の人を助けられますっていう時に、助けますかって。で、それをそういう人を助けるっていう行動のことを、組織市民行動っていうそうなんです。で、この組織市民行動っていうものを発揮する人が多ければ多いほど、その組織っていうのは、チーム全体ですごい活性化されたものになるっていうのが、いわゆる組織論っていう人をやってる人たち、経営学の中の組織論をやってる人たちの中では、常識的になってるらしいんですね。で、僕のゼミの学生が、ではっていうことで、Linux のコミュニティの人がどれくらい組織市民行動をやる傾向を持ってるかっていうものをアンケート調査で、調べてみたんですよ。そうしたら、結果やっぱりすごい数字が出てきて、Linux のコミュニティにいる人ってすごい組織市民行動をやる傾向が強いっていうことが出てきていたりします。で、こういうような動きっていうのが出てきた場合っていうのは、組織っていうものをすごくダイナミックに動かす可能性があるっていうようなパターンになってくる。で、しかも、こういうものっていうのは、人一人一人をやっぱり育てていくっていう可能性もあると。ただ一つ、大きな問題っていうのがあって、じゃあ会社っていうのが組織市民行動っていうものにどれくらい依存すればいいのかなんていうことをちゃんと考えないといけなくて、会社がこういう人にただ乗りしちゃダメよなんていう話も出てくるっていう話です。はい、小林さん、待ってました。どうも。ちょっと罰がにしてました。いや、めっちゃ申し訳ないです。よくあるんですこれ。また落ちたと思ってませんけど、落ちたらすいません。はいはいはい。で、ここまで話したと思うんですけど、ざっくり言うと、オープン、オールバーアーティファクトで、ウェルカムビジターズ、つまり、なんでしょう、すべての、成果を公開して、コントリビューションをどんどん受け入れようと、そういったものを、企業内で実践することがインナーソースです。で、インナーソースで、今までですね、サイロごとに閉じている、要は隣で何やってるのかもわからない、っていったところで、いろんなものを、多重に作っちゃってるっていうのを、目指す姿としては、こういったサイロを取り払って、オープン性、透明性を確保して、みんながいろんな意見を言い合って、よくしていこう。そういった形に、結びつけることができます。で、これをやるにあたって、どんなことが重要なのかっていうことも今後ちょっと話していきます。で、その前にちょっとじゃあ、インナーソースってどのように機能するのかについてお話をしたいと思います。先ほど例であった2つのチームがありますというお話をしました。その時に、何か機能を使いたいって言った時に、どうしても自分たちで今ちょっと別の作業やってて忙しいからリリースすることできない、ちょっと待ってほしいんだよっていうと、やっぱ B チームとしては待てない。その時にはもうコントリビューションしますよっていうのが、このインナーソースの機能、やり方の考え方の基本です。で、これをやるにあたっての役割としては、3つあります。で、1つ目の役割は、やはりコントリビューターですね。他のチームの人から、行動を、ホストチームに対して、コントリビューションする人。で、ホストチームは2つ役割があって、1つがこのトラステッドコミッターと呼ばれる役割です。オープンソースの世界ではメンテナーと呼ばれる人、結構似たような役割でありますけれども、コントリビューションに対してそれが正しくコントリビューションでき受け付けられるものかっ
ていうのを、まあ、見て、レビューをして、場合によっては指導するっていうことをやる人です。で、最後に、その、コントリビューションされるものが、このホストチームにとって本当に欲しいものかどうかの仕分けをする人っていうのがプロダクトオーナーで、この人が方針を決めて、この方針に従って、この人たちが責任を持って、なんでしょう、ものを作って、で、それを、まあ、コントリビューションを受け付ける、そういった状況にするのが、インナーソースのそれぞれの役割になります。で、まあ、さっき言った図を、相当関係図にすると、コントリビューターがコントリビューションする。トラステッドコミッターはこの人たちをサポートする。で、その時に受け付けたものは本当に受け入れていいものか。また切れましたね。悲しい。また切れましたね。どうしようかな。この時間は車内が混んでるとかあるんですか？うちはよくあるんですけど、1時20分が昼休みの終わりで、1時20分から30分にかけて会議がいろいろ始まって混んだりとか。うちは最近はこんなケースはあんまり出くわさなくなったんだけれど、ちょっとまた場をつないじゃおうかな。さっき組織市民行動っていう話をしましたけど、ただ一つちょっと組織市民行動っていうのは別の視点で課題があって、今度は社会心理学者の登場なんですけれど、国際的に比較してみて組織市民行動っていうのを取るような、傾向がある人がどこで多いかっていうと、やっぱりヨーロッパであるとかアメリカであるとかに多い。ところが日本ってその中でものすごく組織市民行動をする人が少ないっていう問題点があります。で、そういう背景でインナーソースっていうもので組織市民行動をどうやって喚起していくかっていうの大きな問題があるはずです。小林さん、ウェルカムバック。ウェルカムバック、申し訳ないです。なんかいえいえ、どこまで話しました？ここまで話しましたっけ？インナーソースにおけるメリットの冒頭で止まってますね。はい、ありがとうございます。で、すみません。で、まあ、一つはこの人、ホストから A から見ると、まあ、自分たちが欲しいものを、欲しい機能とか、欲しい修正を受け付けることができるので、まあ、顧客に対してはサービスをより良くすることもできますし、品質を上げることができる。で、この人たちから見ると、例えばテストとかそういったところってホスト側でいわゆるプロジェクトとしてやってくれるので、このゲストから見ると自分たちが行ったバグフィックスに対して責任を持つことなくて、場合によっては必要な機能を必要な時まで手に入れる。こうしたことによって会社全体っていうのが成長していくことができるというのがインナーソースのメリットです。で、効果っていったところにしてみると、さっき言ったようにホストから見るとニーズが確定している機能を受け取れるということと、場合によっては自分たちが忙しくてできないといったときに対して必要なエンジニアリングリソースを外からコントリビューションによって受け入れることができる。さらに、まあ、この全ての利用者で、この人は機能 A が欲しいけど、この人は機能 Z が欲しい。でも、こっちはまだそこまでいけないから、場合によってはコントリビューションを受け付けることで、そういった調整を行いながら、どんどん早く物事を作っていくことができる。そういったところをまあ見ると、最終的に会社としては、戦力がどんどん倍増するような形にできますと。B から見ると、必要な機能を必要な時に手に入れることができるって、そういったメリットがあります。で、こう、じゃあ当事者間で考えていくと、これはもうオープンソースの世界でも通じるものなんですけれども、やっぱり双方にとってトレーニングや教育にもなりますし、お互いにポジティブなフィードバックを繰り返すことによって、トラステッドコミッターから見ると、やっぱりプロジェクトを理解している人が増えて、で、自分たちの負担は軽減するし、参加者はどんどん増えていく。コントリビューションから見ると、まあ、仕事への満足度が高くなる。これはやっぱ褒められて嬉しいですよね。そういった意味でですね。で、さらにプロジェクト全体をより理解できて、自分が知らなかったことに対してより良いコントリビューションをもっとできるようになるし、それがさらに巡り巡って、自分の同僚とかそういった人たちにもその参加が終了できる。そういったサイクルをどんどん繰り返すと、
まあ、会社のサイロがなくなっていろんなアイデアが融合していくという形になります。これをやるときの心構えとしてはまあ、こういうこと言われています。自宅にお客様を招くような感じで、ホストチームから見ると居心地のいい環境を提供する。これは例えばプロジェクトで見ると、まあ、ドキュメントに例えばこういうところをコントリビューションするときは気をつけてねとか、自分たちのプロジェクトを使うときにはこういうふうに使ってよみたいなことがちゃんと書いてある。で、ゲストから見るとこういった誰かの家に行くときはその人の家を荒らしに行くわけではないので、やっぱり家のルールっていうのはちゃんと従いながら、まあ、設備を利用してもらう、そういった役割を心構えする必要があります。でこのインナーソースの原則なんですが、まあ、オープンソースと似たような感じです。やっぱオープン性、透明性をきちんと確保する。オープン性は、まあ、ウェルカムな状態ですね。で透明性っていうのは意思決定プロセスとかその行動とかトゥードゥとかが全部ちゃんと公開されていて、なんでそういう決断が行われたか、なんでこんな機能が必要だったのかとか、なんでこの機能がこういうふうな実装されたのかとか、そういったところがちゃんと見えていることが重要で、検索できることも重要です。この2つが一番重要なところで、そこに対して、インナーソースに対して優先的なメンターシップ、自発的なコントリビューションというのが加わってきます。で、メンターシップの点では、やはりコントリビューションしてくれた人に対して、ちゃんとレビューしてあげるとか、その結果も仲間がどんどん増えていく。自発的なコントリビューションに関してはやっぱり共通の課題意識っていうのがあるはずなので、まあ、そういった課題の中に基づいてお互いに協力するっていう話になります。でこれを共有の場で行うっていうのがインナーソースのやり方の原則です。でここまでまとめますと、インナーソースっていうのは、まあ、オープンソースのやり方を組織内にやったもので、この成功にはこのホストチームとゲストチームそれぞれの役割の人たちが、まあ、オープン性、透明性を持ってコラボレーションし合うということが重要です。でじゃあ今度参加してみようということで、コントリビューターの役割として何をしなくちゃいけないのかというお話をちょっとします。で、まあ、この話です。でこれやるときに一番重要なのって、ホストチームとゲストチーム、それぞれの人から見た共通の課題っていうのが重要です。この共通の課題っていうのを考えるときに、例えば会社の中で何かプロジェクトを作りたい、サービスを作りたいとなったときに、やっぱり開発者視点では何とかの共通サービスを作るとか、まあ、ミドルウェアを作るとか、結構下回り作ることって多いと思います。でそういったところって結構いろんなところでみんな似たようなものを作ることがあると思います。で、そういったところはまず一つ候補になると思います。で、コミュニティの視点、会社の中のコミュニティとして見ると、例えばトップダウンで組織横断活動をしろとか上から降ってきました。といったときに、まあ、その降ってきた課題に対してみんな同じ方向を向いて動くので、まあ、そういったときにはあるかもしれません。逆にボトムアップで何か活動しているときに、ボトムアップの活動って結構組織横断でやれること多いと思います。そうした活動から見ると、みんな同じ意識を持って動いているので、そこで何か作ろうとか、ちょっとハッカソンやろうよみたいな話になると、実はそういうのも一つの共通の課題になるかなと思います。で、まあ、そういった時に例えば似たような機能を作ってしまって、メンテナンスをしなくちゃいけないっていうような状況にならないようにするために、どうするかっていうのが、ここからの話です。で基本的には何かを作ろうとするときに、何か似たことを会社の中でやってる人いないかっていうのを探してみていく必要があります。なので、作る前に考えていることをちゃんとオープンな場に共有して、似たことを考えていたり、やってることがいないか見つけてみる。これを会社の中でやることがとっても重要です。これちゃんとやってないと、やっぱりこうなんですよ。あっちでもこっちで同じことを考えているのに似たようなものを作ってしまうという、そういうことになります。で、とは言ってもですね、まあ、コントリビューションするモチベーションって何だろうという話があるんですね。会社の中って、プロジェクトの進行ペースっていろいろありますし、そういった中において、結構ですね、前にも伝えたのに何も動かなかったとか、使おうとしたんだけど、バグばかりで動かなくて誰も直してくれなかったよとか、結構責任の押し付け合いがいろいろあるのが、まあ、結構実情だと思います。で、この時にインナーソースをちゃんと使いましょう。ちゃんと考えをオープンにしておくことによって、まずプロジェクトの進行が違うっていうことをちゃんと認識できて、その認識した結果に基づいて自分の行動を決めることができる。ということが、まあ、インナーソースの、まあ、利点でもあります。で、
さらに言うと、このインナーソースですね、ソースコードベースでコーディングをするので、そこではやはりソースコードをチェックアウトして変更を加えて改良したバージョンを利用するっていう、そういったリリースも、自由もある。それをうまく使うのが大事です。ただ、この時ですよ、結構ですね、間違った行動をすると大問題になります。一つのインナーソースのメリットって、コピー作成できます。変更加えられます。自分の手元に置けます。仕事が終わるんですけど、そのまんまにしちゃいけないんですよ。なぜかというと、結局それ最終的にもし何かに使っちゃったら全部自分でリメンテしない。またしばらく待ちましょう。すいません、復活しました。あ、全然だ。聞こえてます。画面も見えてます。はい、おかえりなさい。ました。じゃあここまで話したことにします。ちょっとVPN がいろいろと問題になったのかもしれません。で、こうした問題を避けるために自由に直せるんであればチェックアウト元に直接変更を加える。そうした中では、会社のマインドセットって結構大きく変えていく必要があります。これはやっぱり自分たちのところで何とかすればいいんだっていうそのマインドを、まずは、なんか自分のところに直す代わりに、ちゃんとインナーソースっていう解決策があるんだということを認識して、共有したものに対して変更を加える。こういうやり方をしなくてはなりません。これをやるのがコントリビューターです。で、コントリビューターのメリットとしては、チェックアウト元のプロジェクトの専門家からより深い知識が得られるとか、場合によっては、自分たちのプロダクトってあまり人に見られないので、そういった時に本番しか明らかにならないようなパッチの問題とかが早く明らかになって品質が上がるっていうそういった利点があります。まさにこれオープンソースと同じような利点だと思っています。で、どんなことがコントリビューションできるかっていうのは、ノウハウをどんどん共有していくことはどんなことでも正しいコントリビューションだと思っていただければいいと思います。使ってみて、ちょっとここを使いにくいんだけどっていうことで、場合によっては一言言うっていうのもコントリビューションかもしれません。それによって、だったらここ直してみたらって提案を受けたら自分がそこをコントリビューションすればいいですし、そういったコラボレーションをすることによって、物がより良くなっていくっていう、ことが一つコントリビューションのポイントだと思います。で、コントリビューターの心構えとしてはさっき家の話をしましたけれど、誰かの家に行くときにはその家のルールに従おう。で、それが一番大事です。そのためには、コードベースの場合は、ドキュメントに、例えば、こんなコーディングルールで書いてねとか、そういうことを、ちゃんと確認して、で、自分を売り込むっていうやり方が、コントリビューターの心構えです。で、先ほど言ったコントリビューターの、心構えに応じて、ポイントとしてまとめると、一つは何か見つけたらコントリビューションしてみようと考える。で、過程はちゃんとオープンにしておく。ここ、大事です。なんでこういった意思決定が行われたかっていうのが分かんないと、後から来た人たちが同じ過ちを踏むからですね。で、コメントをもらったら感謝する。で、受け入れたものないときはどうしようか考える。そういったところです。で、何か見つけたらっていう話は、コントリビューションする先のプロジェクトに対して、自分最終的には責任を負わない。でも多分大丈夫だろうと。そのぐらいの気持ちで、軽い気持ちで始めようっていうのが大事です。ただですね、やっぱりコントリビューションすること限りは、それなりの責任っていうのは少なからずあると思います。例えば、自分が出した行動に対して、バグがありました。とか、そういったときは、例えばホストから、ちょっとここのとここの間受け入れてみたんだけどバグだったよ、直してって言ったときには、ちょっと30日くらいだったら問い合わせに答えてあげるとか、場合によっては、そういったこともやる必要があります。
で、次にですね、このコントリビューションの過程はオープンにするっていう話は、やっぱり他の人が同じところではまらないようにするっていうことが一つ。あとは、ちゃんとオープンに議論しておくと、場合によっては自分の提案に対して、もっとこういうコーディングしたらいいよとか、もうちょっとこういう機能を加えた方がいいんじゃないかとか、そういったところで品質も機能も向上するかもしれないっていうのが二つ目のポイントです。で、三つ目、これコメントをもらったら感謝する。まあ、これ、人付き合いの基本ですよねっていう話です。で、四つ目、受け入れてもらえないときっていうのは、先ほどプロダクトオーナーの話ちょろっとしましたけど、やっぱりホスト側でこんな機能って絶対いらないとかっていうことはもしかしたらあるかもしれません。なんで受け入れないかっていうのはやっぱり理由があるんですね。その時には解決策をホストチームと一緒に考える。これが大事です。で、じゃあ実際にコントリビューションを始める時の3ステップあります。まあコントリビューション準備してコード作ってプルリクを送る。まあいわゆる普通のやり方です。この準備は、まあ、一番最初のところは共通課題がポイントだと思っていますが、他に考えておくべきことがいくつかあります。その考えておくべきこと の3つのポイントがリードタイムと信頼関係の構築と、あとは戦略です。で、リードタイムっていうのは、やっぱりコミュニティに参加して馴染むまでの時間、オープンソースでもそうですけれど、そこ のコミュニティが何を考えているのかとか、どんなコーディングルール使っているのか、そういったところを学ぶの結構時間がかかります。ただこれは一番最初にどうしても時間がかかるんですけれども、何回かちゃんとコントリビューションしていくと、やっぱどんどんリードタイム短くなっていきます。信頼関係の構築は基本的に期待を裏切らないようにしましょうということですね。例えば自分が、バグの修正しますよって言って、3ヶ月間そのまま放置だと、この人こんなこと言ったのに、何年経ってもやってくれないなっていう状況になって、結局信頼関係どんどん損なわれていきます。まあ、これコミュニケーションの問題なんですけど、時間がかかんない、時間かかりそうだったら事前に伝えて、ごめん、ちょっと1週間待ってとか、1週間待ってって言ったけど、ここまでやったんだけど、ちょっとまだここまで来てないんだよとか、そういうちゃんと自分の事情をちゃんと、期待を裏切らないようにオープンにしましょうと。で、さらにいろんなコミュニケーションの方法を使い分けながら、信頼関係を構築していきましょう。場合によっては、コミュニティの話になったら、フェイス2フェイスで今ちょっと会うの難しいけれども、ウェブで話すとか、そういったところも、使うことが大事です。で、最後の戦略に関しては、これはですね、一つ一番大事なのって、誰かに行くときに、その人の家はどんなルールかちゃんと確認しましょうみたいな話しましたけど、その方向性の確認って大事です。で、それが本当に必要なものかどうかっていうのをちゃんと確認しないで、バーンと100万行のコードを送りつけても、絶対受け入れてもらえないじゃないですか。なので、オープンな場で議論して、議論の過程を見えるようにして、本当に必要なものだという確信のもとで受け入れてもらうか、もしくはその必要性を理解してもらって受け入れてもらう。そういった戦略を取る必要があります。で、このコードを書く段になったら、コーディング規約にて、で、仲良くなっておいて、で、場合によっては、ちょっとここまで自分で頑張ったんだけど、ここのところが難しすぎて解決できないんだって言ったときは、そういったものも議論しながら、コードを書き終わる。それが、コードを書くやり方です。で、フルリクのポイントは、簡単に取り込んでもらえるように、ちゃんとテストしましょう。まあ、当然ですよね。あとは、プルリクの中身は何なのか説明つけましょう。これも結構普通ですよね。まあ、ではマナーとしても100万行とかのコードを一気にダーンと送りつけることなくて、必要な部分を必要な時にちゃんと入れていきましょう。順番ずつにということが、基本だと思います。で、これをこちらコントリビューションするメリットですね。一つはやっぱ単独で自分一人で作業しないでホストチームと一緒に作業するのは、開発スピードが大幅にアップするというメリットがあります。さらに、コントリビューターが他の人と時間を過ごすことで、自分に対しても、例えばノウハウが学べるとか、あとは、人がうまくやってる方法を他の人から学んで、後で自分の活動に生かせるとか、さらに言うと、そこでできた人間関係によって、どんどんいろんなところからお呼びがかかって、いろんなところで活躍できるようになるとか、そういうメリットがあります。
で、最後のメリットは、やっぱり自分が必要なものが、コントリビューションできるので、まあ、ここはモチベーションを維持することができるというメリットがあります。で、チームから見ると、やっぱアップストリームで取り組んでもらうといったところに対して、取り組むことに対して、メンテナンスのコストはアップストリームだから、アップストリーム側に、ホストチーム側に任せられるというメリットがあります。まあ、最終的には会社が責任を持つでしょうけど、まあ、どこで、その行動をテストしたかっていったところは、まあ、要はプロダクトをリリースするチームが最終的に責任を持つからです。で、まあ、で、インナーソースっていう方法を使うことによって、この、やっぱり、こう、実装と採用のバランスを取りながら、自分たち全部やらずに、まあ、必要なところだけを実装して、それをお渡しすることができる。そういったメリットがあります。で、会社から見ると、やっぱりチーム間のコラボレーションでイノベーションを促進できるっていった大きなメリットがありますし、複数の実装があっちこっちにないっていう状況にもなりますし、プロジェクトの透明性が高まって、まあ、場合によってはですよ、ノウハウあるプロジェクトに対して、全然知らないプロジェクトの人たちが、よく知っているっていう状況になって、で、なんか部門の統合とかそういった時に誰かがどっかいなくなっちゃったとかって言った時もことがあったとしても、まあ、そういった情報ももしかしたら回避できるかもしれないっていうメリットも場合によってはありますが、こういったところのメリットとして最終的に大きなところはやっぱ職場環境が、どんどんオープンになって改善して従業員が定着するいい企業になれるんじゃないかというメリットがあります。でここからはトラステッドコミッターというプロジェクトのまとめ役のお話をします。で、まあ、この人です。で、トラステッドコミッターの責任って、5つあって、1つはコード品質の確保があるんですけど、そこから先はコミュニティの話がいろいろあります。ですので、単純に技術だけじゃなくて、このコミュニティ、コラボレーションする人たちっていうのの面倒を両方見るのがトラステッドコミッターという人の役割です。この品質の確保については、ですね、トラステッドコミッターは基本的に技術的なところで、その中身をよく知っている人がやるべきなんですけれども、そういった中で、品質基準をちゃんと決めて、で、そのピアレビューを行って、受け入れ可否を判断する。で、ここからが結構重要なんですけど、修正する代わりに、レビューの結果をフィードバックする。だから、最終的に直すのはコントリビューターにお願いする。まあ、100% お願いするのは難しいかもしれないんですけど、これ結構ちゃんとやってないと、コラボレーションする人たちが育たないので、まあ、こういったことをちゃんとやらないといけない。で、最後に受け入れたものをマージしていくっていうことと、あとはですね、時間がかかる。こういったこのコミュニケーションしてて、やっぱ時間がかかることあるんですね。そういった時にはスケジュールの調整を行うっていうのが、トラステッドコミッターの役割です。で、コミュニティの健全性の維持なんで必要かっていうのは、やっぱりですね、コミュニティが健全じゃないと継続して成長できないからです。で、その健全なコミュニティっていうのは、やっぱりコントリビューターがソフトウェアの開発に時間を費やすことができる。なんかこの、コントリビューションを受けるのに書類5枚作成してとか、そういうことがあったらコントリビューションしたくなくなりますよね。そういうことがなくならないようにしていくっていうことが大事なポイントです。で、まあ、それをちゃんとやっていくと、やっぱり共通の課題に基づいて人が集まってくるので、そこでコラボレーションすることが楽しくなって、コミュニティが成長する。という、まあ、いわゆる相乗効果を発揮することができます。で、この健全性維持のために行うのは、一つは、課題を明確にして、皆さんにこんな課題があるんだということを伝える。で、それに対して、まあ、コントリビューションがあったら、まあ、メンタリングをちゃんとして、まあ、親切に、丁寧に接する。で、それをやった上で、まあ、コミュニティを作るために、例えば、ハンズオンやりますとか、そういったことをやって、まあ、機会をいろんなことを提供する。そうすると、コントリビューターが歓迎されて感謝されてっていったところの環境も自然と育っていくんじゃないかという話です。で、コミュニティメンバーのレベルアップ、これはなぜ必要かというと、まあ、会社の中においてってやっぱり小さな
プロジェクトも大きなプロジェクトもいっぱいあるんですけれども、そういった中でインナーソースのコミュニティをちゃんと維持していくっていうのは限られた人数で行わなければなりません。でこれを、ちゃんと維持するのは一つのポイントです。もう一つはですね、このコミュニティの活性化をして、メンバーのレベルアップするということが重要です。でそのためにはやっぱり貢献する機会をちゃんと伝えて、コントリビューションをどんどん受け入れて、その人たちにメンタリングをきちんとする、でこの行動を受け入れ可能なレベルにするっていう指導をちゃんと行っていく必要があります。これをやることで、先ほど言った健全性っていった点でも、メンバーのレベルアップっていう点でも、相乗効果が得ることができます。で次は参入障壁を下げるって話なんですけど、これはですね、会社やっぱりコントリビューターの数少ないです。そういった中で必要なものを必要な時にちゃんと見つけてもらって、その中でコントリビューションしたいと思った時になるべく手間がなくそれができるようにするっていうのが大事です。でこのためにすることで一番重要なのは、分かる、使える、つながれるっていう3点なんですけど、リードミーくらいのドキュメントは用意しましょうっていう話があります。例えばこのリポジトリに何があるのか何も書いてなかったら検索すらできないじゃないですか。でそういったところをちゃんと迷わないように、とりあえずフォークして自分でビルドして、使ってみることができるっていうことが分かるようにするっていうことが重要です。でそれ以外に大事なのは、例えばコーディングスタイルとか、どんなところに対してコントリビューションが欲しいかとか、そういったところをちゃんと書いていくことも大事ですが、一番大事なのは最低限ちゃんとこのリードミーくらいの中に必要な情報は書いておきましょうっていうのが重要だと思います。でこの分かる、疲れ、つながれるといったところでは、やっぱりそういった中ではドキュメントをちゃんと用意して基本的な質問に答えられるということと、あとはウェルカムビジターズの話がありますけれども、貢献することはポジティブになる雰囲気を作り出すというところが大事です。で最後ですね、コミュニティのニーズを擁護するっていう話なんですが、これは会社の中において、組織の信頼関係を構築したり、していくことが必要です。あとはですね、結構大事なのが、自分たちが作ったものっていうのは、ある意味会社の中では、似て非なるものがあちこちにあると困るわけじゃないですか。だから場合によっては、そういったところを、マネージして、ロビー活動によって一緒にやろうということを会社の中でも行ったりして、そこに集まってくる人たちがポジティブに活動が行えるようにするということが大事です。でそれをやるためのトラステッドコミッターのどうやってなるのかっていう話ですけど、2つありますが、会社ですので任命されることってはよくあります。それ以外にもしインナーソースの活動が一般的になってくると、そういった中で、活動が認められて、で、自分がなることができます。でそのためには、プロジェクトについて深い知識を持っていたり、場合によっては、コミュニケーションを、いろんなところに、対してポジティブに行う。あとは感情的にならずに、意見を受け止められるようになるということが大事です。で、最後に大事なところ、これ自発的に引き受けるというのは大事です。この辺、ですね、結構、会社の中では難しいと思う人もいるかもしれませんけれども、やっぱりですね、この会社の中でもコミュニティを作るっていうか観点においては、この自発的っていったところも結構大事だと思います。で、最後、プロダクトオーナーの話をしますが、プロダクトオーナーとは、これはですね、インナーソースにおいては、中間管理職の人が良くなることが多いんじゃないかと思いますが、インナーソースにおけるプロダクトオーナーって、インナーソースの方向性に対して責任を持つ人という役割が加わります。要はコミュニティに対しての責任といったところも持つというのが、プロダクトオーナーのちょっと違うところです。で、これですね、小さな会社とか小さなプロジェクトとか、においては、この辺同一人物になることもよくあります。で、私は会社の中でこの話をするときには必ず言うんですけど、この二つっていうのをまずやってくださいっていうことを言っています。一つはオープンコード、もう一つはオープンプランニングとオープンドキュメントですね。
で、このソースコードを会社の組織の中で見えるようにすること。で、その中において、そういった意思決定、このコードに対する意思決定がどういうふうに行われたかとか、その、意思決定に対して、まあ、実際の仕様とかそういったところが書き込まれている範囲に関しては、ちゃんと公開してくださいっていう、この2つを、意識するっていうものは非常に重要だと言っています。オープンコードに対しましては、やっぱりコードが見えて検索できてコントリビューションできるっていうことを、やることによって、まあ、一番最初の回避と生還云々の話しましたけれども、コントリビューションできる機会を与えることで、まあ、場合によってはエスカレーションされずにコントリビューションを受け付けることができるようになります。もう一つは、それぞれの優先順位に基づいて、まあ、コントリビューションができるようにもなります。これによって、インナーソースの効果を得ることができます。で、オープンプランニング、オープンドキュメントの方は、やっぱりですね、まあ、基本的に検索してもらって、見つかって、で、その、ドキュメンテーションの、履歴とか、場合によっては、そのプランニングの過程が公開されていることで、実際のその意思決定がどういうふうに行われたかっていうことが、後の人からも分かることができるということができます。そうすると、会社とはいえ、それぞれの組織って文化がちょっとずつ違うので、まあ、お互いを尊重しながら高め合うということができるようになっています。で、このプロダクトオーナー、じゃあどんなことをしなくちゃいけないのか、部門長みたいな立場になると分かるんですけど、チームリーダーに任命して、いくことと、あとは、部門同士の交渉ごとですね、駆け引きをやったりとか。で、さらに、仕事を進める上で、例えば、ちょっとこのリポジトリを管理するサーバーが欲しいんだけど、っていったような要求に対しても、まあ、答えていく。で、そういった、まあ、ことで、なんて言うんでしょう。プロジェクトを進めたときに、最終的には自分がやったものを使ってもらわなくちゃいけないので、マーケティングをちゃんとするということが重要です。で、選抜に関しては、まあ、そういった意味では、まあ、大体どのくらいの作業かかるのとか、見積もりに対したりとか、あとは、トラステッドコミッターに対して、ちょっと困っていることないとか、そういったメンタリングをするという話です。で、オーナーとの交渉は、やっぱりお金が関わってくるので、そういった中で、まあ、自チームの意見を代弁して、ちょっと時間かかるんだけどいいとか、ちょっとここできないんだけど、この機能はどっかでやってくれないとか、場合によってはそんなところまでやる必要が出てきますし、例えば自分たちがじゃあこうやってうまくやったらうまくいったよっていったところに対しては、まあ、ちょっと指導してあげるってこともやる必要があります。環境の整備は、一つは、本当にインフラ用意するっていう話もありますし、ドキュメンテーションするときの時間がかかるとか、そういった仕事のマネジメントをちゃんとしてあげるっていうことが大事です。そうすると、働く人たちが働きやすい環境になるので、それはちゃんとやる。これは、いわゆる、なんでしょうね、部門長としての責任とか、そういったものと同じだと思います。で、最後のマーケティング。これは、行動を利用してもらえそうなプロジェクトを発掘して、そこに対して、まあ、売り込むっていうことですね。をやっていく必要があります。で、インナーソースの場合は、社内でそういったものが公開されて、一緒に高め合うことができるので、そういった中で、まあ、マーケティングの視点でハッカソンとか、そういったものを、行うということが大事だと思っています。その時に、一緒に、行う人たちは実際の開発者かもしれないけれども、アナウンスとか、マーケティングっていう視点は、ある意味、プロダクトオーナーの役割としてなってきます。で、この役、プロダクトオーナーになる利点は、コラボレーションがちゃんと行われると、より少ないリソースで会社全体として多くのことが達成できる。そういった実感が得られます。さらに、プロセスをちゃんと公開しておくことで、まあ、政治的な問題にも対処できたりとかしていきますし、まあ、巡り巡ってですね、もしかしたら仕事に対する評価も高くなるかもしれませんっていう、そういった利点があります。で、このインナーソースの実践に関しましては、インナーソースに必要なものって、やっぱこの共通の課題だと思っています。全くこう自分たちのドメインに関係しないものを、やることはないと思います。ですので、まずはこの問題意識をちゃんと共有するということから始めて、
で、その共通の問題意識を持つ人たちで意見交換をして、一緒に課題解決をする。で、製品とかを作る観点においたら、この共通部分だけで全部作れるわけではないので、その上に、自分たちの事業領域を乗っけて、そうすると、使った時になんかいろいろ出てくる問題があります。そこをローカルで変更するんじゃなくて、ちゃんとまた共有して、ノウハウをさらに共有していきましょうという、そういった流れを作る必要があります。で、これじゃあどこから始めるのかっていうのはもう考えてほしいんですけど、いや、まずは身近なところからやるのがいいと思います。特に大きな組織変えようとするのは結構大変ですので、まずは似たようなことをやっている事業ドメインとかがあるんだったらそこからやってみるとか、そういったところからやることがいいと思います。ただ大事なのは、どこから始めるのもいいんですけど、もしかしたら、そこの活動に加わっていきたいと思う人たちがいるかもしれないじゃないですか。なので、見つけられるようにはしておくってことは大事です。で、タイミングに関しても、一番いいタイミングは、やっぱ課題意識の共有からっていうのがありましたけれど、まあ、二つ目のやり方は、やっぱりこう、システム設計をするとか、少し後の パートになっても、やっぱりオープンにしておこうっていう話は、考えた方がいいと思います。もしやっていないのであれば。で、最後は、まあ、リファクタリングするときですね。すでになんか、自分たちで作ったコードをリファクタリングするときに、もっと共通化しようよとか思うことがあるかもしれません。そういったものの時は、インナーソースの共通課題を見つけるタイミングだと思います。ということで、この共通課題の解決にあたっての重要なことの振り返りになりますけれども、このオープン性、透明性をきちんとやっておくということですね。まあ、大事です。で、この、活動を実施するときに、一番大事なことのもう一つが、共有された場所でちゃんとやる。会社組織の人たちが、まあ、みんなが見えて、意見が言える場合によっては、そこに対してコントリビューションする機会があるという状態にしておくことが大事です。まあ、これを実施することで、まあ、いわゆる組織っていうものがどんどん良くなっていく。これがインナーソースの目指すところです。ということで、ここまでちょっとちょっと最後うまくまとめられなかったんですけれども、私のインナーソースラーニングパスの発表と終わりにしたいと思います。で、この参考情報なんですけど、先に言いましたけど、インナーソースラーニングパスっていう実際のこの、サイトがあります。で、ここに全部資料はありますが、このプレゼン形式になっているので、日本語っていうのは実はまだちゃんとできていなくて、そこにコントリビューションしたいなと思って今この資料を作っています。なので、ちょっと良い機会ですので、PDF でも眺めていただければなと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。途中何度も切れてしまって申し訳なかったです。はい、どうもありがとうございます。途中でいい加減なつなぎを入れちゃって申し訳なかったんですけれど、少しでも。いい、ありがとうございます。もう助かりました。で、インナーソーシングって、それぞれの会社の中でもいろいろこうトライしていたり、悩んでたりっていろいろあるんじゃないかと思います。質問であるとか、コメントであるとか、エンカレジメントであるとか、ありましたらぜひ。そう。それぞれの会社で難しいところはぜひ共有して一緒にやりましょう。かなりいろんな問題を含んでるので。ですね。はい、僕なんかよく苦しんじゃうのは、こういうことをやると、あれなんですよね、高みの見物するやつが結構いっぱい出てきて うざいっていうかさ、うまくいって、そういう連中に限ってうまくいってくると、そうすると、あの時俺、いいサジェスチョンしただろうとか、そういうマウント取ってくるやつとか結構いたりして、結構うざくて嫌いっていうか、嫌なんだけれど、そういうものに対する対応なんていうのも、実際にこう体験なんかもされてきてます？いえいえ、まだうちは始まったばかりなので。そうなんだ。はい。もうどっちかというと、高みの見物をするよりもは、こういうことを始めるにあたって、うん、ああだこうだ言ってくる人が多い状況です。はい、ポジティブなこと？ポジティブもネガティブも両方ありますね。でもネガティブなこと言ってくるんだとしても、ね、言ってくるっていう人は実はポジティブなんだよな。いや、そういうふうに思わないとやっていけなくなるときも若干あったり。はい。そうかな。結構そう。総論賛成。
じゃあどうしようっていう人多いですよね。いや、前、某弊社がボロボロになって大変なことになってたときに、その前にボロボロになって大変になったことを体験した丸紅っていう会社の人から、いや、上田さん、今チャンスだよって、何言ってんのか、チャンスだなんて、明日潰れるかもしれないじゃないですか。いや、チャンスなんだよ、そういう時こそ。なぜって言ったら、社員みんなが問題意識持って行動しなくちゃっていう意識に溢れてるでしょって。そういう時って、はっきり言って、会社が本気で変わって、本気でいい方向に行くから、今が本気でチャンスだぜって、本当にどん底の時ところで言われたのを、未だに覚えてるんだけれど。素晴らしい。で、考えてみたら、今コロナで、世界中がどん底じゃん、うん、っていうことは、これをベースにすごく、なんていうのかな、本気でまた世界中でイノベーションがバンバン出てくるっていう可能性があるという、非常に面白いところに来てるって、僕なんか逆に思っちゃっていて、まあ、あまりにもちょっと、あれかもしれないけど、楽観的すぎるかもしれないけれど、だけれど、そういうようなところで、よく言ってたのは、オープンソース、特にオープンソースコミュニティのやり方っていうのを知ってる人っていうのが会社の中に増えてきて、それがインナーソーシングであるとか、そういうことをリードできるようになると結構いいですぜっていう話っていうのは未だに本気で強く思っていて、そういう意味でもオープンソースコミュニティっていうところで世界中の人がどうやってコラボしてるのかっていうのを知るっていうのはすごい価値があるっていうふうに結構信念に近く思ってるんだ私。私もそう思います。はい、だから頑張りましょうって感じのところなんだけど、ぜひインナーソースやりたいと思ってる人は相談ください。ざっくばらんに話し合いましょうって。そうだね。うん、はい、そういうの必要だと思います。小林さん、軽い質問なんですけど、これ小林さんのところがなんか場の提供とか何ですか、場の運営兼事務局されてるイメージなんですか？そういうわけではない。そうです。はい。場の提供と場の運営といろいろルールを作ったりとかしてます。だから、まあ、もちろん開発もされてるとプロダクトオーナーのプロジェクトみたいなのも抱えてるかもしれないけども、それはそれとして、はい、このインナーソースっていう場の場自体のこう立ち上げ運営をされてるってことですね、はい、を今やろうとしています。やろう、半分まだ道半ばですけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、あ、もたいです、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。もっと前回か、はい、はい、ジャンボリーでインナーソースのチェックリストを発表させていただいたものです。その後どうなったのかなって気になってたので、ちょっと今日打ち合わせで前半見れなかったんですけど、参加できてよかったです。私の感覚で、なんか共有させていただこうかなと思って喋ってるんですけど、やっぱオープンでディスカッションするっていうのは結構、特に日本の企業は難しいのかなって思ってまして、なんか知らないと恥みたいなところがあったりとか、そんなつまんねえこと聞くなよみたいなところがあったりとかして、するイメージがありまして、あ、別に某社があったとかそういうんじゃなくて、ありまして、その辺がを乗り越えた先に行かないと結構オープンにディスカッションって難しいのかなっていったところがあってですね、うん、ちょっと説明があったのかもしれないんですけど、そのオープン性というか、まあ何ですか、議論をオープンでやっていくっていったところのなんかコツというか、はい、気にされてることとかあったら教えてください。ごめんなさい、そこはね、意識改革ってことでまとめちゃってるイメージです、まだ。そうですね、僕も回が出なかったんですよね。参考になるかどうか分かんないけれど、これってこのジャンボリーっていうのを始めた時にものすごい悩んだところで、つまりこういうジャンボリーなんて始めても質疑応答であるとかディスカッションが出なければしょうがないじゃないですか。それからあと結局見知らぬ人ばっかりいるっていうのは怖い空間、Linux のメインラインであるとかのコミュニティなんか行くなんていうことをみんなおじけづいちゃったりしたらダメじゃないですかっていうことで、それものすごい大きなテーマだったんです。でそれで悩んだ末にいろいろ本当にいろいろこうな人の助言を受けたんですけど、さっきチャットのところに貼り付けておいたんですけれど、北海道大学 の社会心理学者
あのもう死んじゃったんだけど、山岸先生っていう人からの助言っていうのはすごく聞きました。で、いや、どういう話だったかというと、あの山岸先生に、いや、ジャンボリーっていうのやって、こうやって世界っていうところに日本の人をどうやって送り出して一緒にやるっていうような話をやるかっていうことに苦しく苦心してるんですよって言ったら、あのね、社会心理学っていうのには、あの赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうポイントがあるんだ。それを乗り越えるまで、とにかく、少しの人間でもいいから、とにかく頑張って続けることだ。例えばこのジャンボリーって話は当初、あの、宗像さんであるとか、あと数人、あのっていうようなレベルで、柴田さんであるとかで始めたんだけれど、それからあの、まあ、そのチームをとにかく大切にして、お互いに信頼し合ってやると。でそれから新しい人が来るっていうことをもう本当に思いっきり大歓迎して、それで盛り立てる、で門戸を開くというオープンっていうようなものをやる。そうやって続けていくと、あると気がついてみると、そうすると参加してる人がみんなオートノミックに自発的にやるってタイミングが来るから、それまで本当にしっかりあの、肝を据えてやめないことだよっていうふうに教えてもらったっていうのが、実はすごく僕にとっては効いていて、あのだもんだからジャンボリーやめたくないんですよね。もうあの、この1年間やめ、あのちょっとお休みにしちゃったけれど、で、そうやって続けることによって、だんだん物事が変わってくるっていう、そういうようなものが 見えてきますよっていうことを教えてもらったのは、すごく、勇気づけられました。参考になれば幸いなんですけれど。ありがとうございます。もう継続は本当に大事だと思いますよね、うん、あので今、まあ会社の中で難しいのって、結構その継続って難しかったりするんですけれども、そこはね、もうあれです。意思でやるしかないと思ってます、そうですね、私は。はい。で、下手に予算取れると、そうすると継続できなくなるんでね、金の切れ目が円の切れ目になるから。なるほど。だから、それ、すごい逆説的なんだけれど、あの、適切なレベルの予算っていうのがとっても良くて、全くないと本当にあの日上がっちゃうんだけれど、だけれど、うん、あの、じゃあそれはすごいねって言って巨額な予算が来たりすると、それはそれでまたあの悲劇の始まりになったりするっていうのを僕はちょっと印象として持ってるんだけど、あ、いけね、これビデオ撮ってんだよな、うん、もう私もね録画されてるもんだと思って、はい、はい、ありがとうございます。あ、録音されてるんでしたね。全然大丈夫だと思います。はい、はい、まあ、あの継続は大事だということで、はい、ありがとうございます。あ、加藤ですけど、これけど運営考えると確かにその辺すごい社内だからこそ難しいですよね。こうインナーソースの場を極端だし、参加者一人いくら取りますみたいなことをやりだすと、なんか社内事業にしだすと本末転倒になるけど、けど最低限のインフラ費って絶対いるじゃないですか。なんかそういう苦労は話せること話せないことを含めていろいろあるのかなとちょっと感じました。あのぜひ今度またお話ししましょう。裏で。さらにどうせね、あのうちの、あの僕、あのうちの課のよ、あの何、あの工数を使って他の課のやつのための仕事をするなんて許せんなんていうことを言い出す石頭のマネージャーなんてどうせまた出てくるんだし、まあ、はっきり言ってインナーソーシングってやりだすといろいろ問題がすごく出てくるんだけど、でもあの次を開いていくためのものすごく大きな力になる可能性を秘めているものだと思うんで、すごい大変大切なことだと思います。はい、普段でもここで公開できればなと思います、はい、ですよね、はいはいはい、あ、すいません、雑談しちゃいましたけど、他の人は大丈夫でしょうか。あ、人情寺さんどうもありがとうございました。じゃあ、あのどうもありがとうございました、また引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、あれ、これ拍手のアイコンってどうやって出す。はい、じゃあ、引き続き一旦あの、